ハワイ在住の既婚女性30代です。日本では正社員で事務職や営業職として働いていました。最近こちらに引っ越してきましたが、何をしていいか分かりません。こっちで職を探したとしても、また2、3年後に夫の転勤がある予定です。オンラインでもできる動画編集等を今から勉強して、今後の定職生活に備えるべきでしょうか。働かなくていいんじゃないの？基本的にその旦那さんの転勤できているのであれば、それなりの給料を旦那さんがもらってると思うので、むしろ英語を覚えるとかに時間を費やした方がいいと思いますよ。このままじゃあ日本に戻ってきましたっていうと、3年間ハワイで過ごしたけど、そんなに英語喋れないよねってなっちゃうんですけど、割とその英語喋れるだけで人生って結構幅が広くなるので、例えばネットフリックス、僕好きなんですけど、ネットフリックスって日本語化されてない面白いもの結構あるんですよ。今見てるやつで、ダニエル・ラドクリフが主人公で、なんかネオナチ的なところに、なんかスパイとして潜入する FBI エージェントみたいな映画、まだ途中までなんですけど、っていうのもあれ多分日本語化してないんですよね。なので僕英語で見てるんですけど、そんな感じで割とそのネットク、あのネットリックスで探すと日本語の字幕とかついてないやつが結構あるので、あとまあゲームとかも僕そのエピックっていうゲーム、ゲームサイトとかでゲームをちょこちょこもらってやってるんですけど、でそれも大体英語なんで、なので英語わかるといろんなコンテンツがただで楽しめるので、なので英語勉強しといた方が人生豊かになるんじゃないかなと思います。